聖、セバスティアヌスは、イタリアのルネサンス期のガカペルジーノによって1495年頃に制作された聖、セバスティアヌスの絵画で、現在は、ルーブル美術館に所蔵されている。2012年から2017年の間、ルーブル美術館ランスベッカンに一時的に展示されていた。本作は、おそらく、17世紀に、ローマのバルベリーニ家が所蔵していたコレクションの目録に、 記載されていた作品であるが、コレクションは後に分散した。19世紀に、いくつかの作品が海外に持ち出され、聖、セバスティアヌスは1896年に、ルーブル美術館が購入した。ルネサンス期には、聖、セバスティアヌスを主題として扱った会話が流行した。それは、矢をいられて、体に傷を負った、この聖人が、 当時のヨーロッパを席巻していたペストの罹患者と結びつけられ、ペストと戦う聖人とみなされたからであった。絵画は、コントラポストのポーズをとっている聖人を表しているが、そのポーズは古代イギリシャの彫刻家、ポルクレートスのドリフォロスに由来している。現在、サンパウロ美術館にあるペルジーノによる神筆の複製、聖、セバスティアヌにも同じポーズが繰り返されている。 左右対称的な構図は、ペルジーノの初期の作品から取られている。その構図が最初に使用されたのは、ペルージャの近くのチェルクエートで描かれたフレスコが、セイロックとセイペテロの間の聖、セバスティアヌスにおいてである。聖人は、グロデスクな装飾が施された柱と欄干のある、記念碑的なアーチの下のテラスに立っている。式次第には、ラテン語の碑文、サギッタへ、 ツアへ、インフィクセイ、すと、未知があり、四辺三十八に、何時の弓は我に突き刺さっているから引用されている。奥行きのある風景の背景は、木々に覆われた丘や山など、ペルジーノの典型的描写である。左側には、異教世界の崩壊を象徴する、朽ちた、急流天井と柱がある。セイントセバスティアン、ルーバーコレクションズルーブル美術館収蔵絵画の、 すべて、2011年発行、66項、ISBN 978から4から7993104892021年6月5日閲覧。ありがとうございます。